どうも、安田です。そして、土屋さんと、はい、なんと、どう？え、なんか足りなくない？どうも、恵比寿ゴルフレンジャーのピンクです。そうさすがだね。恵比寿ゴルフレンジャーのピンクさんとグリーンさん、来ていただきました。いやー、でもお久しぶりですね。お久しぶりですね。うん、我々絡ませていただくのは。うん。でね、今回は、なんとね、ウンウルフさんから、ご依頼を受けまして、オノフさんの新製品のね、はい、もう世界最速シラというのを練習場の方でね、はい、ライブさせていただきまして、で、その後ね、ちょっとそのクラブを使ってラウンドしていこうと。はい。いうことで、ちょっとね、久々にちょっと一緒に撮ろうよということになったんですけど、何撮るかと。ねえ。話になりまして、はい、なんとでもね、結構いい感じの企画を思いつきまして、いいですか、はい、ダブルス対決。いや、うん、おお。ここかと思いきや、あ、違う、うん、はい、ドヤピンク、はあ、ヤスグリーン、はい、ちょっと移動してもらってね。よし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 、はい、ねえ、うん、この組み合わせでやったらなんとなくいい感じになるんじゃないかと。なんとなくね。うん、なんとなくね、うん。ちょっとグリーンさんが最近どんな感じなのか俺知らないからわかんないけど。なんとかなるでしょう。なんとかなる。うん、ということでこれでやっていきたいと思いますんでね。はい、ダブルスの最中ね、もしここ恋が芽生えちゃったら、はい、大丈夫ですか。いいでしょう。ここまでよ、ここまでよ、ここ。いい。その場合は大丈夫。いいでしょう。大丈夫、オッケー。OK。ということで、でね、6ホール。うん、はい。6ホール対決、はい、で、マッチプレイ、はい、そしてこれね、安売りよくやるんですけど、はい、オルタネ投資交互に打っていく。オルタナ完全に交互だから、ティーショット僕が打ったら次グリーンさん、はい、で、その次僕打ってグリーンさんがパット入れたら次もティーショット僕、うん、で逆にその前のパットを俺が打ってたら次はグリーンさんのティーショット、うん、はい、そんな感じで完全交互打ちでやっていきたいと思いますよね、はいはい、ドキドキするね、うん、大丈夫かね。レディース、はい、うん、レディース、はい、俺らはじゃあ青で、あ、うん、俺ら青で、ドヤスさん黒だったらいいんじゃないですか。そうそう、ちょうど、ね、黒赤、ね、あ、青青、うん、待って、おこのころ、おこのころ黒でやってもいいよ。だから、ドヤさんが T ショットの時は黒だけど、T ショットがピンクになる可能性もあるから、うん、そう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 、まあ、ったらやるしかないよね。だって200以上飛ぶからね。あ、そうなんだ。そう、飛ぶ俺もでも200以上飛びます。俺も飛ぶね。みんな飛ぶよ。俺ちょっと危ない危ない。ということで、前半3ホールは安売り TV、はい、後半3ホールは恵比寿ゴルフレンジャーさんの方で流れますんで、まあマッチなんでね、ちょっとどうなるかわかんないですけど、はい、なんかうまいこと、うん、6ホールやりきりたいと思います、はいはい、最後までぜひ見てください。お願いします。お願いします。中一番パー5、523ヤード。さあ、ドヤさんは、バックから。よーしてね。どうすか、この、美男美女の絵。うん。いいね。で、後ろのお客さんが可愛いって言ってるよ。ありがとう。ね、いいね。うん、一般のお客さん。99だぞ。さあ。あー、これもうガチンコなんでね。負けたらペアでキスとかでいいっすか、じゃあ。いいっすか。負けたらペアでキスでいいっすか。はい、よっしゃ、行くぞ。そっちもそれでやって。よっしゃ、行くぞ。お願いします。よっしゃーす。完璧。ちなみにね、クラブはオノフさんの黒。うーん、ナイス。え、なんか、ヤジがうるさいんだけど。ヤジがうるさいんだけど。あの、ちょっとずっとついて回ってもらっていいですか。いや、飛んでんな、あれ。いや、よかった。でもね、やっぱ直進性があるからね、シラで打ったとしても、コースで張って、なんか迷いがあるよね。でも、ある程度振り抜けちゃうよ。ちょっとじゃあ、お願いします。お願いします。お願いします。よっしゃ、行くぞ。この袋、どんな球が出るか分かんない。いや、でもね、そんな、なんか自分がイメージした球出るよ。ほら、めっちゃいいじゃん。やば、ナチュラルドローじゃん。やばい、めっちゃいいよ。よっしゃ、もうダメだけど、いいとこ。これよくない？超えた、うん、やばい。これ超えるよ、だって前だもん、ちょっと5ヤードぐらいしか勝った方が、勝った方がキスにしますわ。勝った方がキス。いや、絶対勝てないと。絶対勝てないと。え、絶対勝ちますよ。何が、え、楽しそうじゃんよ。楽しそうじゃんか。え、まさかないな、こっち拾ってんだ、こっちを。よし、ということでね、セカンド地点に行きますが、はい、このね、ちょっと浅見ゴルフクラブさんにね、新たなモニターが
導入されて、すごく素晴らしい。あ、なんかね、かっこいい、かっこいい。広告だ。ぜひね、広告座席全部見れる、ここで。あ、すごい。すごいじゃん。広告座席のお二人はね、ぜひせり出していただいてね。さあ、二人ともナイスショットでしたね。いやー、ナイスショットでした。エビスじゃ見れない画館なんで、楽しいです。エビスじゃ見れないのはね。いや、おい、グレーさんに失礼だろ。あのボールじゃないよね。いや、あれじゃないですよ。あの前の。あ、いや、でもドヤさんは飛んでんわ。そう。あれだよね。木当たった。俺の木当たったんだ、俺。え？木当たったの。で、ドヤさんはカート食った、あれ。カート食ってフェアウェイ行った。カート道当たった。カート道だから、ちょっと息しつかなくて。まあ、でもまあ。でも、いやけど、まあ、安くんの方だな。いや、これね、いいですか。俺のところからだと、グリーン狙いやすいんで、これ。狙いやすいよね。狙えるかです。そしてね。じゃあ、医療の問題あるから。ピンク。ピンク。何番で打つの？もしかいける？デカドラじゃん。絶対無理だ。もう気楽な感じいいんだ。責任は取ってください。当たんなよ。抜けろ。はあ、抜けたわ。すごい。あそこ抜く人初めて見たな。だってあの V の間、この V の間抜いてるからね、こう。また抜き？我らが。いやいや、いいです。賢明な判断ですよ。まあ150ぐらい飛んだらもう全然いいですからね。じゃあ残り220ぐらいかな。6番。OK！ ちょっと、ちょっと。ああ、もうほぼ同じ条件での、ちょっとラフ。ほぼ同じ条件で俺とドヤさんを打たせるのかな。やっぱね、そうか。そういうふうにね、教育されてるからね。そうだ、やっぱ。マジ同じようなところだな。まだ私たちの方が。そうだね、ちょっと。ちょっと聞いたね。いや、でも大、どうだろう。右から風来てるからな。生で安田のいいショット見れるんですね。いや逆にさっき生で俺ピンクのショット初めて見た。確かに。あ、そうなの。85しゃーなし。85かかっていくかなっていうぐらい。このねウェッジは、いや直進性えぐいっすからね。このウェッジお気に入りなんで、これも尾の袋。よかったら土屋さんはこれをパクって帰るそうですね。60度で85ヤードですね。はい。ああ、ちょっと食ったか。あ、ごめん。バンカーじゃん。バンカー？バンカー。バンカー行った。え、ちょっと待って、あんな食われんのあれ。81ヤード58。うん。うまい。あ、行ったよ。あ、乗った乗った乗った。あ、これちょっと左転がっていくね。いや、もう、それ込みでの。込みか。マジで抜けないな、これでも。次、何で行く？バンカー。コパチ7番やん。60がいい？ 60 とかやんの？やらない。56じゃない。56でいいと思う。ピンクはバンカー得意なの？いや、えダメだから、えって思って。でも教えてくれますよね、バンカー。じゃあついてたら全部使うからね。ちょっとオーバーしてもいいよ。あ、8？ もうだからドンってしてフォローをあんまり取らないぐらい。もうヘッドそんなかぶせなくて普通でいい。あ、ちょっとピンクは、あ、そう、足長鉢じゃないそれ。安く蜂がいるよ。あ、ダメダメダメ。攻撃してくる、攻撃してくる、攻撃してくる。ずっとそこに佇んでるっていうか。これマジ、いや危ないね、ちょっとこの蜂。ここで来るか。これマジちょっと、ほら、冷気に寄ってるもん。あ、でも大丈夫だ。オッケー。うん、慌てないで、大丈夫よ。うん、あ、オッケーオッケーオッケー。大丈夫大丈夫。うん、オッケーオッケーよ。うん、大丈夫大丈夫。出てきた方がいい。あー、出てきた方がいい。そのまま、うん。ちょっと蜂がいるんで、バンカーは、うん、あの、まあ、もう一般の営業終わってるんだけど。あの、うし、あ、もう一匹いる。ここめっちゃいるわ。巣があんのか、これ。どっかにありますね。やすくいい。あ、いいっす。足長鉢、やばいとこです。さあ、次、ドヤさんで、ドヤさんが、
パーパット。僕ら次バーディーパットですからね。そうなんですよ、実は。はい、じゃあ20本ぐらいですね。はい。パターでいきます。はい。結構下ってすらでしょ。ちょっとマーク当たったらすいません。大丈夫、全然左打っていかないと。あ、これでも持ってかれるわ。そんな速くない。ほんとだ。そんな速くないの。よーし、グリーンさん入れちゃいましょう。そうね。約6メーターぐらいかな。安グリーンチーム、4打目。優しい。優しい。あー。が、行く行く、ごっ、オッケー。よっしゃ。よっしゃ。ナイス。オッケーだから、これ。次、グリーンさんのティーショット。やだな。そうか、練習しとく。マジか、練習します。俺のパターでいい。ちょっと短く持てば大丈夫。めっちゃ短く持って。さあ練習、長いっしょ。マッチプレイだからね、練習が認められてます。うまい。うまいわ。OKOKOK。 いい感じ。ナイスナイス。さすがにこの季節だとね、浅見もちょっと重いめということで、パーまあ、ボギーで、安グリーンチームのワンナップ。なるほど。よっしゃ。で、次のティーショットが。ピンクになるってこと？まあ、そうっすね。ピンク、今打って、そうっすね。OK で。で、安くんピンクか。グリーンさんピンク。グリーンさんピンクか。エビスチームか。エビスチーム。低レベルでいいか。ダメだよ。ダメだよ。私、それ求めてないあ、やっぱ、あれなの、ピンクはさ、結構、上昇志向系でいくの。いや、もう、それでしか。よっしゃ、行こうぜ。なんか私、安ゴルめっちゃ見てる。あ、そうなの。めっちゃ視聴者。遊びおいでよ。猫さんが可愛い。猫さんが可愛い。猫さんめっちゃなんかこう、突っかかるけど、なんか中学生みたいな。ああ中二病、中二病って言いたいの。まだ中二病だから、あの人。中2番、397ヤード。あ、ここか。グリーンさんと回るのめちゃくちゃ久しぶりだから。そんな、そうだよね。うん、むしろだってドヤさんと絡むの初じゃないですか。まあそうですね、俺恵比寿さんと絡む初なんで。ですよね。今後ともよろしくお願いします。言われてんだろうなって思っててなんかおお。ナイス。すげえ。完璧完璧完璧。おお、いいとこだこれ。やった。おお、転がってる転がってる。ああ、止まった止まった。これはいいぞ。めっちゃ転がるわ。これはいい。2ホールで勝負ついちゃうな、これ。ね、2ホールで。2ホールで。オム袋効果じゃない？うん、ね。アイアンもそうで、僕どっちかって言ったら抜けちゃうとか、スライスが結構出ちゃうんですよ、ドライバーのアイアンも。今回全然なくて、それが。いや、いいっすね。そう、だから抜けないっすよね。そうですよね。うん。本当に直進性がすごく高い。さあ、レディースティは、またロケーションがちょっと変わって、うん、ちなみにこれ、ドライバーじゃなくても超えるからね、ピンクの場合ね。確かに確かに。ああ、そっかそっか。だってホワイトでさ、5番ウッドとかで打ってたんだ。あ、そうなんだ。そうか、ピンクは結構飛ばし系なんだ。あ、ボール背高いしな、うん。中2番のレリシティは301ヤードということですね。おお、めちゃくちゃいいじゃん。飛びすぎ飛びすぎ。めちゃくちゃいいじゃん。え、やばい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 。ああああああ、やばい。え、飛びすぎ。すごいじゃん。いや、そのスペックいいんじゃない？いや、結構重めの方がゆったり振れると思うよ。やば。いや、確かに。だって普段のドライバーであそこ行かないもん。行かない行かない。めちゃくちゃ飛んでたし、いい球。めちゃくちゃいい球だった。でも、あの、ゴルフは飛ばせばいいってもんじゃないから。そうなんだよね。確かに。ただ、めちゃくちゃ良かった。うん、いや、飛びすぎたね。正直、普通のまっすぐなコースだったらめちゃくちゃいいショット。200ヤード以上飛んでんだよ、あれ。多分、ラン入れて20ぐらいいくんじゃない？いってるいってる。いや、めっちゃいいね。めっちゃごめん、気持ちいい。この袋アイアン。ちょっと飛ぶとんで160ぐらいなんですけど、はい、8番。かなと思うけどね。はい。やっぱ飛ぶよね。まあ、さすがにその中空で、まあ、でも、前にバーンっていうよりは、結構上がってくれるって感じだから使いやすい。うんうん、あ、で、ちょっと来ました。ちょっとバランスだったね。止まれ、手前。オッケー、手前です。いや、ちょっと僕もね、バンカー苦手なんでね。いや、でもよかった。入んなかった。最高、最高。はい。98ヤードぐらい。よし、よし。ね。あんま期待しないで。
ナイスです。残しましたと、はい、ナイスです。またやっぱアプローチ対決になるんだね。チャンネル同士のチャンネル同士のアプローチ対決になる。どっちの方がうまいの？私です。あ、そうなの。同じぐらい。同じぐらい。ね、グリーンさんが27ヤードぐらいです。はい、58度でいきます。はい、じゃあ、まあ乗せればね。乗せればね、うん、バンカーとかね、乗せないからね。みんな奥行っちゃってもいい。はい、けどカラーギリギリに落としたい感じで。おー、うまいうまいうまい。オッケーオッケー。おー、ピン入ってるね。ナイス。おー、ナイス。なんかドキドキするよ、ボール出るの。これが、あの思ってたより全然上手。あ、はい、じゃあピンクは15ヤードぐらいかな。5-2で。ちょっとスラっぽい感じはするけどね。あ、ほぼまっすぐに近いかな。最初だけスラで。もう、うまいうまいうまい。あ、やっぱ止まっちゃうね、ちょっと。ウェッジが良すぎるな。5-2はナイスチョイスですね。うん。あそこやっぱ3度持ちがちだけど。そうそうそう。重いっすよね。ちょっと、確かに重たかった。なんか普段の浅見の感覚はないかもしれないですね。てか、ヤス君マジで痩せたね。マジ痩せた。ヤス君はパターうまいんすよ。ただ、この、ファーストパット。そうだよね、まだ打つ。ヤスさんは、あれは、入れてくるから。いや、その、二人、あ、やっぱチャンネル同士上げていく感じなんですね。うちはどっちかと落としていくタイプだから。うん。4メーター。はい。いや、これ、速さがわかんねえ、全く。あ、そうなんだ。来たよ。ナイス。スス。安くて。あるぞ。あるぞ。あるぞ。連続。いやー、入れてきちゃったかあれ。いや、うまかった今の。うわ、全然いかないじゃん。やべ。そういうことは、俺、またティーショットか。そうですね。いや、でも。パー3ですね、パー3。じゃあ、ストップ。いや、来てますよ、これ。来てますね。まあね、プロいるとはいえね。まあ、俺ら、やっぱ。ね。俺らやっぱ。長いからね。長いんで。年近いお付き合い。そういうことですよね。そうなんだ。やっぱ、息合ってきた。散々飲みにも行ったしね。そう、散々飲んでる、こっちは。ピンクとドヤさん、飲み行ってないから。それじゃあ、やっぱ息合わない。お酒飲めないからね。一滴も。やっぱね。ドヤさん、お酒飲めないですか？飲めない。まあまあ、大体みんなそういう反応するんですよ。もう飲めそう、めっちゃ強そうって。泡盛、ずっと飲んでそうだもん。泡盛顔だもん。泡盛顔。中3番。パー3。さあ、ドヤさんはブラックで、200ヤード。ああ、そこをピン。うん。さあ、ここでね、ニューアイアンというところで、ニューというか。181の上げなんだけど、うん、どんぐらい飛ぶかがわかんないんだよね。7。8、7。7なのかな、これ。風だよ。いくのかな、これ、ね。どうですかね。そこで結構進化が問われますね。なんて？バンカーは嫌だ。バンカーが嫌だ。バンカーは嫌だ。バンカーは嫌だ。任せろ、ピンク。かっこいい。おぉ。任せろ、任せろ。じゃあ7番ですね。あ、これめっちゃいいわ。行けよ、行けよ、お願い。あ、バンカーいや、いい球だったけどなぁ。上げてん、さすがに上げてんだ。さすがに上げだね。うん。ピンクごめんね。まあ、いいでしょう。あ、許してくれる？チップイン出たんだ、ここで。バンカーか。いや、いいじゃん。得意バンカー。あそこのバンカー得意なんで。なんでだよ。確かに意外と飛びそうな感じ出てるわ。159。あのトラックマンだと、うん、7番で結構飛んでたんだよね。上げもあるから。7番でいっか。うん。ちょっとセンター気味でやってもいいし。バンカーでも安くいるからこっちは。それは過度な信頼ですね。うん、うん、それは過度な。で、ちゃんと失敗するんで。いや、この7番マジで良かったんだよね。いや、これアイアンいいっすよ。この袋、新しいやつね。7番ですよ。よし。
あ、ちょっと噛んだよ。噛んだけど。いや、これ、バンカーだな。あ、え、どう？え？入りました。入るんかい？めっちゃ噛んだな。いやいや、大丈夫ですよ。何が飛びすぎるだ。ちょっと。ダフったね。めっちゃ噛んだ。いや、でもナイスナイス。ピンク対ヤスのバンカー勝負。でも、さっき一回バンカーやったんで。なんとなく。あ、でもね、ドヤさんの球が高すぎて目玉になってるな、あれ。まあ、上げて相当も抑えたからね、あれ。あ、やべえな、あれ、俺だろう。いや、あれはドヤさんで。いける、いける。はい。いける、いける。憎たらしい人を思い浮かべたら出る。よっしゃ、誰にする？誰にする？リーダー？ブルー。ピンクは、あはは。もう、ドスンといこう。まあ残り10、20ヤードぐらい。そう、ドーンと行こう、ドーンと。おー、うまい。バカうま。バカ。ナイス。ナイス。手かぶせた。かぶせた。おー。あー、いいね。さあ、ヤス君がじゃあ30弱か。勝て。あー。うん。OK、OK。これがまずい。あ、こっち来た。こっち来ちゃった。まあ大丈夫です。3度目3度目だもんね。さあ、結構な、まあ、二段グリーン。20メートルぐらい。やべえ、強すぎる。やばい、それは。ちょっと待って、ヤス君ごめん。ヤス君ごめん。やばい、やばい、やばい。どうもい、どうもい。受けた。出ちゃった、イビスらしいとこ。きつい、今のやりすぎたわ。出ちゃった。7ヤード。何の位置ないだろ。これはな、ワンチャン入れたいよな。そうっすね。で、ツーアップしますからね、こっちはね。あ、打ったね。あれ、いや、でもナイストライだよ。やっぱマッチプレーだから。そうっすね。残りか、動かせないとな。お祈り、お祈りすな、お祈り。きたー、抜けです。ということで、次のティーショットがドヤさんと、これ OK だから俺か。そうですね、OK です。はい、はい、ということでね、ヤスゴル TV の方ではこちらで最後となりますが、はい、今だから僕とグリーンさんのワンナップ、はい、残り3ホールね、ワンナップだからまだまだ分かる、ね、まだいい勝負ですね、はい、で次のティーショットが俺とドヤさんのヤスゴルチームのね、飛ばし組の2人ですね。ということでね、次回は、恵比寿ゴルフレンジャーさんの方で流れますんで、はい、見てください。よろしくお願いします。よしよし、ありがとうございました。よしよし、よしよし、よしよし、真似せんな。